セルベルス作戦、セルベルス作戦、または、ケルベルス作戦、ケルベロス作戦、ドイツ語、とは、第二次世界大戦中の1942年2月に、フランスのブレスト港にいた、ドイツの巡洋戦艦、シャルンホルスト、グナイゼナウ、従巡洋艦プリンツオイゲンなどが、フランスの基地にいる、ドイツ空軍の航空支援を受け、ドーバー海峡を通って、 ドイツ本国への帰還に成功した作戦を指す。セルベルストはドイツ語で、ギリシャ神話における地獄の番犬ケルベロスを意味する。イギリス海峡とも呼ばれる。大西洋での通称破壊作戦、ベルリン作戦を終えた、グナイゼナウとシャルンホルストは1941年3月後半にブレストに到着した。イギリス軍はすぐに攻撃を開始し、4月6日には、 グナイゼナウが魚雷を受けた。5月、戦艦、ビスマルクと従順妙艦、プリンツオイゲンによる通称破壊作戦、ライン演習作戦が実行されが、ビスマルクは撃沈され、プリンツオイゲンはブレストに入港した。ヒトラーは、水上艦による通称破壊作戦に否定的となり、また通称破壊艦のための補給船が何隻も沈められた。 7月24日には空襲でシャルンホルストが被弾し、プリンツオイゲンにも7月1日に爆弾が命中した。11月13日、ヒトラーは艦隊がドーバー海峡を通って帰還できるかとレーダー尋ねた。12月には艦隊の帰還についてレーダーと軍令部長フリッケに意見が聞きたいとのヒトラーの希望が伝えられたが、これに対する彼らの意見は海峡突破は 不可能であるというものであった。それに対してヒトラーは艦隊がノルウェーの防衛に必要であることと艦隊の海峡突破を主張した。そして1942年1月12日にレーダーやフリッケ、国防軍総司令部総長、カイテル、空軍総参謀長、ハンスエ・ショネクなどの出席した会談で海峡突破は決定された。 1942年2月11日夜、オットーチリアクス中将が率いるシャルンホルスト、グナイゼナウ、プリンツオイゲンを呼び、駆逐艦6隻は、約20機のドイツ空軍の戦闘機の護衛を受けつつ、ブレストを出港た。イギリス海軍の偵察機がこれ馬もなく察知したものの、無線不使用の通達を守ったために、基地に帰還するまで、約2時間このことを伝えることができないまま時間を、 無駄にすることになった。12日10時42分、偵察機の報告を受けて、基地を飛び立ったイギリス空軍のスピットファイアがようやく艦隊を発見し、さらに高速魚雷艇5隻が攻撃を試みるも、失敗した。12時45分、少佐率いるソードフィッシュ6機が攻撃を行ったが、護衛の戦闘機と艦船による、 対空砲火で全滅し艦隊に損害を与えることはできなかった。搭乗員18人中、オズモンド少佐ら13人が戦。死。14時31分、海峡を通過したところで、シャルンホルストがイギリス海軍の布設した機雷に食らいした。シャルンホルストは、応急修理の後30分後に航行を再開した。ドイツ艦隊の海峡通過後から、 イギリス空軍の爆撃機が攻撃を開始したが、損害は与えられなかった。その後19時55分にグナイゼナウが、植来、21時34分にはシャルンホルストが、再度植雷するも三隻も、無事にドイツ本国にたどり着くことができた。英仏海峡を白昼堂々突破されたことで、ヒトラーの思惑通りに、イギリス海軍には、合豪たる。 避難の声が殺到し、海軍は、深層隠蔽に教本、数少ない攻撃隊の生存者に勲章をばらまいて、お茶を濁した。しかし、ドーバー海峡を突破し、ノルウェーを経由して、キールに到着したドイツ艦隊は、狭い水域に封じ込められたことになり、スカッパフローのイギリス海軍本国艦隊に動きを遮断され、連合軍の制海権を脅かすものではなかった。結局、 ドイツ海軍は戦術的に過労死て成功したが戦略的には完敗した。その後、この3艦はブレストがキールに変わっただけで相変わらず空襲を受け続け、まずグナイゼナウが1942年2月26日に空襲を受けて大破、結局廃艦となった。シャルンホルストはキールからさらにノルウェーに被退したが、年月日の 北岬沖海戦で撃沈された。プリンツオイゲンは同じく、ノルウェーに被体したが、潜水艦に雷撃されて、中破。本国海港と修理に成功し、イゴバルト海にて、大地支援に従事する。終戦を迎え、連合国軍に引き渡された後に、ビキニ原爆実験の標的艦となり、実験後栄光中に沈没した。イギリス側には、 ドイツ艦隊は夜間に海峡を通過するという潜入艦があり、夜襲を前提とした作成計画しか用意していなかった。一方、ドイツ側は航空戦力の援護を得られることやブレスト執行を夜に設定できることなどのメリットを優先して白昼の海峡通過を選択したため、イギリス軍は裏をかかれた形となった。その結果、イギリス軍は適切な対応ができずに、 情報伝達の遅れや戦力の蓄投入という悪手を打ち、ドイツ艦隊の海峡突破を許した。また、作戦の実施にあたり、ドイツ海軍は U ボート3隻を通称破壊作戦から引き抜いてアイルランド沖に派遣し、気象データの収集にあたらせていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。